結構上がるんですね。あの頂上の先は分からん。店長めっちゃ続いてるわ。ちょっと休憩して一回探検行ってみましょう。行くのほんまに。うん、ほんまに行くの、ほんまに行くの。うん、店長じゃあさっき俺行こうか。ちょっと行って。おー行くね。どう普通。うん、あれ見えなくなった。普通やけどカーブするところが、うん、ちょっと止まっちゃうと無理かも。よいしょ。行けてないやん。苦労してるやん。よっしゃ。よいしょ。はい、行った。店長足あるから行けると思うけどな。ほら、そこ行くで、行くで。うん、あ、これだ、これだ。うん、これはだからあれや、荷重してないから、荷重。そうそう。助けて助けて。これで出されてる。変なランプついてる、変なランプついてる、変なランプついてる、変なランプついてる。ブレーキかけて、かけてる、かけてる。ブレーキかけてないやん。フッとフッと、なんかこの人俺ドバイすんねん。立てて、立てて、右踏んで、で、踏んで、踏んだ。何よ、何よ、ブレーキや。踏んだよ、踏んだよ。はい、俺どないしたらいいの。あー、なんで握るんて。ちょっと握るときはフッと踏んどかんと。初心者やな今日。何テンパってるんですか今日。無理。行けた。オーケー。見えてないね俺も。前。もう積もって。どれどれ。全く見えてないね。目がで汗かいてんで。道ないかも。戻りましょうか。行った。頑張ってるね。はい。あ、降りるのは全然やな。ほんま。うん。あ、うわー、なんかもう走る気せえねん。遅いわ今日。新年やべえな。おいって嫌やわ、おいって。お前もわかるわお前。この一年の重みがよ。見てください、9キロです今。9キロ、7キロ。そんなことないって。ちょっと待ってくれ。セロを買ってもう2年経つんですけど、まさかの10キロ、9キロ。これ、また夏ぐらいとかに結構ええ感じになって、これで冬にまた下がって一緒なんでしょうね。待ってるから、俺待ってない気がすんねん。今回も戻る気がすんねん。この走り。